どうもこんにちは、イケケンチャンネルです。久しぶりの動画投稿になります。ライブはね、何回かやってましたけども、普通に動画投稿はまあ初めてかな。なんかちょっと予告みたいなのは出したと思いますけども、ちょっと普通に出してみようかなと思います。まあ雑談ですけどね。で、実は今撮ってるちょっと前に、まあ深夜ですけど、ライブをして、まあ1時間弱のね、40分50分ぐらいの短いライブをして、それが終わってで、どうしようかなと思って、その流れっていうか、その勢いで、これ撮ってます。はい。でですね、まあ今日雑談なんですけども、久しぶりにですね、まあライブでもお話ししましたんですけど、まあよかったらね、そのライブちょっと長いですけど、もしよかったら見ていただきたいんですけども、こう新しくね、僕ちょっとその今、まあ、動画を復活しだしてから、なんかちょっと今までのことというか、今までのやってたことはまず一つリセットしまして、今やりたいことっていうか、興味のあることにチャレンジして、その結果っていうかね、まあ僕がそのまあ恥ずかしいというか、まあ、素人がもがき苦しんでるというかね、何と言うんだろうか、チャレンジしてるその姿を、まああえて、まあ備忘録でもあり、まあもしかしたらそのいずれ誰かが通る、ね、同じ道を通る時に、ちょっともしかしたら興味があって検索して引っかかるかなぐらいの、まあその人たちに、まあ少しでもね、参考になればなと思いながら、まあこれからは動画出していこうかなと思います。いろいろね、その前回ね、動画ずっとねやりたいことがあって、まあ、やりたいことと、まあ、やれなければいけないことっていうか、その予告しててやってないなっていうのが何個もあって、でそれまあ僕ね、物も持ってるんで、それも やろうかなと思うんですけども、まあとりあえず今は自分の気の向いた動画作成、まず動画を作るっていうか、まず動画を撮ってアップできるところに持っていくには、自分がその気持ち的にね、やりたいっていうか、思うものじゃないと、まず動画投稿というか動画撮影できないので、そこからちょっと、以前の僕に追いつくっていうか、以前の僕がやってたことをちょっと思い出すように、徐々に復活していきたいなと思います。はい。でということで、まあまあこの前段長くなりましたけども、まあライブでもお話ししましたけども、まあ新たにチャレンジすると、でその内容はライブではお話ししませんでしたけども、まあこの動画ではね、お話ししようかなと思います。で何かと言いますとですね、まあずっとそのまあ皆さんとライブしてた時にちらっと話したりもしたかな、どうかなという感じなんですけども、こうもうちょっとですね、なんだろう、動画に対して動画を作ることを起こるんではないんだけど、なんかね、こうもうちょっとなんか今までやったことないようなことをやってみたい。かっちりきっちりじゃないんだけど、ちょっと皆さんがっていうのは、まあごくごく一般的な YouTuber というか YouTube クリエイターの方が、まあ特に
大手と言われる方がどういうふうに動画作ってるのかなとかってちょっと改めてなんか興味を湧きましてですね、それでまあどういうふうに、まあ、その最近その動画ね、その皆さんの動画っていうのをあんまり見てなかったんですけど、まあ、最近やっと見れるようになって、うん、まあ一つ、まあもう言ってもいいか、どうやって動画作ってるんだろうかなとかね、うん、どういうふうに作ったら見てもらえるんだろうっていうよりも、どうやって作ってるんだろうかなっていう風にちょっと興味が湧きまして、動画作成の方に興味が湧きましてですね、でまあ僕使ってるね動画作成のアプリ、ソニーのムービースタジオプラチナってやつね、まあ13ですけども、今ちょっともっと新しいバージョンで出ますけども、まあ僕もそれなりにね、まあ、使いこなしてるというよりも、まあ細かい機能は使いこなしてないんだけど、まあそれなりに使ってる、うん、ちゃんと、まあ、一通りのっていうか、まあある程度の機能は使ってるかなと思うんですけど、まあもうちょっとねなんかチャレンジしてみたいなと、うん、違うソフトも使ってみたいなと、あともしくは、今まではねサムネイル画像を僕スマホでねパパパパッとすぐ作ってたんですよ、すごい簡単なんですけど、まああるアプリがありましてですね、まあ要は動画作るじゃないですか、でその動画の、まあ、ある一部分をあここだと思って、まあ、それキャプチャーしまして、キャプチャーっていうか、まあ、画面を写真で撮るだけなんですけど、で撮ったその画像にまあなんかその思い当たる、まあ、文言を、まあ、乗っけるだけなんですけど、なんでまあ僕スマホでそのなんだスマホでサムネイル画像を作るとき、僕のね多分タイム測ったら分かると思うんだけど、ね、1分半とかね2分あれば十分に作れるんですよ。要は動画中の、まあ、ある部分を撮影する、でそれをですね、それにアプリ持ってサムネイルの文言を入れて、でそれだと YouTube だとあれ何メガだったかな、なんかその容量規制があるんで、その画像を圧縮して、で画像圧縮してからアップロードするっていう、それするそこまでが多分2分以内でできて、まあアップロードには時間かかるんですけどね、うん、というようなことを今までやってたんだけど、それもねもうちょっとなんというかもっとこうまともな感じというか、パソコンを使ってね、当たり前のことを当たり前にやってみたいなっていう衝動がね出てきましてですね、まあ、まあここまで言えば何に興味があるかっていうのはまあ分かる人は分かると思いますけども、うん、ということですね。はい、まあ、そういう動画ですそういう雑談です、うん、で今興味があるのはそれ でそれはね前からずっと、うん、いずれ買いますよっていうか購入しますよ宣言っていうことは、まあ、いずれやってたんですけど、もう購入しましたと、うん、でまあ、購入したのはもう数日前なんだけど、あれ届くのっていうか発送しましたっていうメールがねなかなか来なくてですね、まあまあ3日から1週間ぐらいかかりますっていうのを受けてたんで、まあ今日で何日目だったか忘れたんですけども、今日やっとですね発送しましたというメールが届きましてですね、ということはじゃあ明日届くのかなと、ということで明日からそのまあまああるものを使っていこうかなということで、まあその前に今日ねその前日に、
あるものを購入してしましたよと、うん、で一生懸命やっていきたいなと、うん、ということを雑談で残しております。もう同じこと何回も繰り返してね、本当に意味ないんですけどね、まあ、これどうしようかな、編集しましょうかね、もうこのまま出そうかな、まあちょっとね、皆さんに参考になるかは分かんないんですけどね、本当僕が興味のあることで、うん、なんかそういうお金を出すんだったら、まあ、今の状態でそのままでいって、まあその金額で例えば、まあ、カメラ買うなり何か他の興味のあるものを買えばっていうのもあったのかもしれないけど、僕はもうちょっと先のことを目指してて、まあ、あるその、まあ、あるものを、要はものっていうかね、まあ、ことっていうか、うん、使ってみたい、作ってみたいっていうものをまず目指して、でその先に、まあ、1年後ぐらいには、まあ、ちょっとね、もうちょっと先の方、初級者から中級者になって、まあ、もうちょっと先の方に行って、もしかしたらそのプロではないんですけど、まあ、皆さんにレクチャーできるところまで行きたいなっていうか、まあ、そういうものを使ってますよっていうことで、まあ、こういう使い方があるよっていうものも動画に出せるようにね、そこまで行きたいなっていうのがあって、あえてチャレンジしてみました。でそこに行く、到達するまでには、まあ本当にそのまずね、一生懸命やめないで続けるっていうことと、まあそれと、まあ、使いこなすってことと、まあその、まあ、気持ちですね、気持ちの継続と、まあまあ、うん、気持ちだけか、うん、気持ちが続くかどうかっていうことですね、うん、あ、これ12分だ。ということでね、まあ僕が買ったものはじゃじゃじゃんという感じで、次回へ続くっていうことにしておきましょうかね。まあまあ、うん、頑張っていこう。どこかな、ちょっとグダグダなグダグダな雑談になりましたけども、うん、ということで、まあ明日なのか明後日なのか分かりませんけども、そのものが届きましたら、まあそれをもうちょっとね、また説明していきたいなと思います。ということで、イケケンでした。グダグダな、復活ライブにはまだまだ、復活ね、動画にはまだまだ遅いんですけど、まあまあ徐々に、うん、こうやって動画出していきたいと思いますので、ちょっとね、今少しでもね、こう今こうこうしますけど、上の方にねカメラを向けますと、ちょっとハレーションというか、部屋の明かりでちょっとね、僕テカーってなってたんで、まあ、今こういう風な、あえてこのアングルにしましたけど、ちょっと顔切れる感じで変な感じですけど、まあまあ、こういう感じで、うん、ということです。まあ今日も遅いんで、明日また頑張ろうかなと思います。はい、またね、ちょっと動画作る意欲がだいぶ戻ってきましたんでね、また僕チャレンジしていきますんで、皆さんも応援の方よろしくお願いします。はい、はい、以上です。ではまた次の動画で。イケケンでした。バイバイ。